健康に悪いは嘘。コンビニとスーパーの弁当はどっちが健康に良い？両者の違いってどんなことがあるの？ランチにはお弁当を買って食べるという人も多いと思いますが、コンビニの弁当とスーパーの弁当を食べるのならどちらが体に良いのでしょうか？コンビニの弁当は添加物だらけで健康に悪いなどと言われたりしますが、実際のところはどうなのでしょう？コンビニの弁当の場合、コンビニ弁当のほとんどはそれぞれの工場で一括して作られています。工場で作られたお弁当は添加物を記載することが義務付けられているため、特に大手の各コンビニ会社は健康志向の人たちのために添加物は最低限に抑えるよう気を使って作られています。またチルド流通によって5度前後の温度で流通されており、およそ1日4回ルート配送されるため鮮度の良い状態で店頭に並んでいます。スーパーの弁当の場合はそれぞれの店舗で独立して作られているケースが多いため、コンビニ弁当のように一概には言えない部分がありますので、あくまでも一例としてお考えください。コンビニ弁当に比べて価格が安い割にボリュームがあったりしてお得感があることも多いですね。店舗内で作られていることがほとんどなので、配送の手間がないため鮮度は良いでしょう。しかし、実は店舗内で作った弁当には食品表示の義務がありません。まとめ、スーパーの弁当には食品表示の義務がないため、何が入っているかわからないという点や、コンビニは廃棄や工場などの管理が行き届いている分、衛生面でもコンビニ弁当の方が安心と言えるでしょう。しかし先述の通り、一括りにスーパーの弁当と言っても店舗によって全然違うので一概に決めつけることはできません。それよりもコンビニとスーパーのお弁当の両方に共通することですが、揚げ物が多い、栄養が偏りやすい、カロリーが高いという欠点があります。週の何回かは弁当を手作りにしたり、副菜でサラダを選ぶなどの工夫をすることこそがあなたの健康を維持する重要な要因になるのではないでしょうか。お弁当選びだけでなく、栄養やカロリーのバランスも考えて健康に過ごしたいものですね。少しでもお役に立てれば幸いです。ご視聴ありがとうございました。